最初に一つお願いがあります、えー、今回2回ほど、まあ、ささやかなジョークを言いますんで、あので、ー、皆さん、あのー、笑ってください、えー、お願いしますご協力をお願いしますさて人工知能という言葉を皆さんよく最近聞くと思いますこんにちはペッパーです彼もまた人工知能が、えー、搭載されていますあるいは 象徴的な出来事として。ディープマインド社が開発した。アルファゴという A. I. が。プロの囲、e、碁の棋士を破り。世界最強の棋士をも。凌駕する状態になっています。もう今や囲、e、碁の世界で。神様とまで呼べるような囲、e、碁の A. I. が登場しています。このような。囲碁の分野での画期的なプログラムの登場のように。 非常に今人工知能が進化しているわけですけれどもこのような進化を目の当たりにして不安に思っている方もおられると思います。巧妙な車椅子の宇宙物理学者のスティーブン・ホーキング博士は人工知能は人類に最悪の結果あるいは最良の結果をもたらすだろうと言っています。あるいは テスラ CEO のイーロン・マスク氏は AI 開発は悪魔を召喚する商業だと強い調子で警鐘を鳴らしております私は今日日本の宇宙物理学者の一人として決してホーキング博士に対抗するつもりはありませんがちょっと違うことを言いたいと思いますそれは AI は他ならぬこの 日本という国では救世主あるいは天使になりうるような存在だと皆さん思っていただくのが良いではないでしょうかとそういうことを今日お伝えしたいいと思います今人工知能がこれほど話題になっているのはディーープラーニングといいう技術が花開いたからです現在コンピューターの能力が非常に進化し またビッグデータの時代が到来しそしてこのディープラーニングという技術が花開いたことによって非常に大きな進化を AI は遂げましたある種大きな壁を越えたわけですそして壁の向こう側には非常に新しい今まで誰も見たことなかったような世界が確実に広がっています壁の外に 人を喰らう巨人がいるそのようなことを心配しないで積極的に新しい世界に出ていきましょうとそういうふうに僕は考えていますさてこのディープラーニングですが人間の頭脳の中の機能であるまああれですねニューロンのネットワークそれを模擬したものです現在どういうことが可能かといいますと例えばこのような画像を ニューラルネットワークコンピューター上のニューラルネットワークに入力すると自動的にキャプションをつけることができますまあ例えばこのようにこのような画像からまあある程度正しいキャプションをつけることができるわけですけれどもこれは今の AI は画像を理解し始めているということを意味していますまあもう少し別な例としては例えばこんな画像があったとします でこの画像を例えば誰でもコンピューターを使えば、えー、色合いを変えることは簡単です。まあ、これはまあ誰でもでもきることです例えばこのように、まあ、少し、えー、色合いを変えるとそういうことはできるわけですけども今このディープラーニングという新しい技術を使うと全く異なった画像の変換が可能です。まあ、例えばこののような形で左の絵から わずかまあ一分程度で右のような絵を AI が描いてくれます。これよく見るとまあいろいろ気づくわけですけれども、また例えばふさふさっとした髪の毛やまあふさふさっとした羽根が金属のようなものに変えられています。これはですね AI がふさふさっとした髪の毛とかいうある種曖昧なことを ちゃんつまりですね、まあ、今までの、まあ、例えば画像変換のプログラムというのは人間があらかじめどのように処理をするかを与えていて、まあ、これはある種言語で記述したり、まあ、数式を使って記述したりするわけですけども、まあ、そういう人間が決まったルールを与えて処理するのが、まあ、今までの画像変換であったわけですが今の AI ができることはそうではなくて AI が自分で学習した結果をもとに抽象的な概念を身につけていてそれによってふさふさっとした髪の毛というものを認識できるわけです。そこが今までと画期的に違うわけです。今回大学生の皆さんがほとんどですのでまあその大学生の皆さんにとってえまあ関心のありそうなことを一つ紹介したいと思います。例えばですね今 えー、就活のの場場面面人材採用にに AI がままさに入り込み始めています例えばリクルート者は AI に過去の膨大なエントリーシートと人事担当者の評価データを学習させてエントリーシートの評価書類選考にこの AI を使い始めています。 このような動きは実際に他の企業にもまさに今回の就活やその次の就活から本格的に使われ始めると予想されています。このようにリクルート者の場合ははっきりとこういうことを言ってるからいいんですけども懸念されることとしては AI を使って書類に選考していることを企業が表に出さない可能性もあります。あるいはまた懸念としては人事担当者が どのように AI が判定しているか判断しているかが分からない可能性があるということですこれはですね先ほどの画像の変換の例のように抽象的な知識をもとに判断できますんでこれは言語化されていないので人事担当者にその判断基準が分からないわけですね。もう一つ重大な問題としては AI が誰も気づかないうちにいつの間にか 過去ののデータの学習から偏見を組み込んでしままっている可能性があります例えばですね過去の膨大なデータから眼鏡をかけている人が就職後、まあえー、入社後パフォーマンスが高いとなんかそういうデータをもし学習してたとしたら何が起こるかというとある時みんな気づくわけですねうちの会社はみんな眼鏡かけてないかとこういうことが 起こるわけです。まあその時になってようやく気づくわけです。これは AI がメガネを重視しているぞと。いやこれ冗談じゃなくそういうことが本当に遅れてしまうわけなんですね。でその時になってまあ変えればいいかもしれないんですけども、まあこのように、えー、まあ偏見を AI が持つかもしれないアルゴリズム偏見と言いますけども、こういう問題もあります。まあこのように新しい問題がいろいろ起こり得るんですけども、まあ今日のポイントはそういうまあことを頭に置きつつも むしろ我々の未来を切り開く手段として考えていこうではないかと。特にそれは日本でこそそう考えるべきだということです。まあそれはですね、日本では人類の歴史経験したことないような超高齢化社会が確実に訪れます。果たして日本の社会は持続可能なのだろうか。まあそういう懸念があるわけです。まあそういった懸念を考える上でこの AI の進歩が 救世主になるかもしれません例えば現在でも画像認識が非常に発達しているので医療の現場でもまさに使われ始めています画像診断ですねあるいはですねこの先数年先には AI を搭載したロボットが実現します期待されていますこれは人間のように動けるロボットということでそうなるとですね例えば介護の分野あるいは家事全般 そういったところに AI で動くロボットが活用される十分にそれがあり得る状況になってきましたまあイメージするならば「スター・ウォーズ」の金色のやつとあとはまあもうちょっとあの箱型のやつですねあの金色の方は頼りないですはっきり言ってしかしあの四角い箱型の方あっちと組み合わされば非常に役立つ頼りになるロボットが 実実現すすするわけです、まあ、そのようなこことが実際に起こります、まあ、どのくらいこれが社会的インパクトあるかははっきり言って想像できないわけです今では非常に大きな社会インパクトを持っていくと、まあ、私は考えていますけども、まあ、これは今後我々どのようにこの AI を社会に組み込んでいくかということに関わってきます、まあ、今回私がまあ言いたかったことはこの日本の超高齢化社会をまあ乗り切るために 明るい日本語の未来を作るために AI を皆さん考えてみませんかということです。最後は政府の回し物的になってしまいますけども日本の政府実はそういったことを言っています。それはですねソサイエティ5.0という社会を日本が目指すべきだと政府が言っているんです。これは人、ね、人工知能を社会のの基盤的な技術として組み込んでに日本人の誰もが 快適で活力に満ちた質の高い生活を送れるような社会にしていこう超スマートな社会にしていこ,うこういった概念ですまあ人工知能を社会に組み込むことによってこういうことが可能になるとまあ私は思っていてまあ皆さんとまあ一緒に明るい未来をまあ描いていければなと思っていますまあ特に今回は若い大学生の皆さんが主ですので皆さんまさにこれからを担う 世代ですんでぜひともそういった目で、えー、新しい技術に向き合ってもらえば向き合っていただければいいなと思いますどうもありがとうございました